はい、皆さんこんにちは。実況者の青と申します。本ソースのハーブリーブルーアーカイブの実況を始めていきたいと思います。今回は新しく実装された新キャラ夜桜キララの性能評価及び行くべきかどうかについて話していきたいと思います。人によって様々な意見があるとは思いますので、あくまで参考程度に聞いてもらえたら幸いです。それでは始めていきましょう。この写真超映えるじゃん。みんなに見せようっと。超気に入った。角度をこうしたら、うん、自撮りにぴったりかも。どうしたの先生、もじもじして。ということで、夜桜キララの性能について紹介していきます。役割はストライカー、クラスはアタッカー、ポジションはミドル、攻撃タイプは振動、防御タイプは軽装備です。 EX スキルは一定時間通常攻撃を高記録分の追加ダメージを与える攻撃に変更し、さらに高記録を増加するものとなっています。フィーナと同じ系統に属する EX スキルです。具体的には自身を対象とした通常攻撃の強化及び攻撃枠となります。EX スキル発動後、即リロードされる性質から、たとえ段数がない状況だったとしても、即座に攻撃に移ってくれるため、発動のタイミングを選ばないといった利点があります。コストは4と、かもなくかもなくといった値ですが、工事するサブスキルのリレー無視を最大限活用するためにも、積極的に EX スキルは回していきたいと感じました。ノーマルスキルは、一定時間ごとに敵一人に対し、高記録分のダメージを与えるものになっています。攻撃倍率は普通ですが、クールタイムが短いため、累計火力に優れます。EX スキルとタイミングを合わせることで、より大きなダメージを与えられるため、基本的には EX スキルと併用していくことが大切です。パッシブスキルは、会心ダメージ率を増加するものになっています。会心率が増加するわけではないため、ダメージ量の入り幅は大きいですが、自身の火力に直結する重要なスキルとなっています。装備のティアを上げる、もしくは会心バフを付与できるサポーターと同じ部隊に編成することが望ましいです。サブスキルは通常攻撃が変更された場合、命中率を増加し、さらに通常攻撃のディレイを一定数無数ものになっています。命中率の増加については、戦術対抗戦における回避型のタンクのような回避の高い敵相手に有効です。通常攻撃のディレイを無視する効果については、通常攻撃の待機時間がなくなるため DPS が飛躍的に向上します。通常攻撃がメインのキララにとって非常に重要な効果となるため、スキル上げの優先度は高いです。総評となりますが、一言で言うなら、スキルで強化した通常攻撃でダメージを稼ぐタイプのアタッカーです。強みとしては、数少ない攻撃タイプ振動を持ったアタッカーであるということです。最近増えてきたのではと思うかもしれませんが、実はストライカーかつ攻撃タイプが振動の生徒は7人と依然少ないです。さらに言うなら、うち6人は星3の生徒で入手が難しいこともあり、現時点では貴重な攻撃タイプとなっています。さらに通常攻撃に特化しているということは、通常攻撃が主なダメージ源となる制約解除決戦で最適性になる可能性が高いということです。現状振動が弱点となる弾力装甲の防御タイプを持った制約解除決戦は開催されていませんが、防御タイプを変更して順次開催されていることから、いずれ開催されることが予想されます。その際には適正となる可能性が高いです。またリレー無視による DPS の高さから、今後追加されるであろう弾力装甲の防御タイプを持った単体のボスにおいても活躍が期待されます。そういった意味では将来性も高いです。逆に弱みとしては、汎用性が低いということです。制約解除決戦のような特別な仕様を除けば、制限時間ミッションなど速さを求められるブルーアーカイブの戦闘において、通常攻撃を強化する EX スキルが生きる場面は少ないです。制約解除決戦を除けば、総力戦黒影においても活躍が期待されますが、黒影は範囲攻撃が非常に重要となるボスになっていることから、最適性にはなり得ないなど、現状活躍できる場面は限定的です。以上のことから、任務は丸から三角、高難易度は三角、総力戦は丸から三角、制約解除決戦は二重丸、対抗戦は丸から三角としました。では、性能や現在の環境を踏まえて、引くべきかどうか話していきたいと思います。
結論から先に申し上げますと、特別な理由がなければスルー安定です。前回実装されたカッサバンドバージョンやヨシミバンドバージョンと同じく通常攻撃をメインに戦うアタッカーとなっています。しかしそれゆえに強みや弱みも似通っており、尖った性能から汎用性が低いです。また現環境において必須な場面がないため、将来性は感じますが今すぐ引く必要性は薄いと感じました。今後必要になるようであれば、その時改めて復刻で引くことをお勧めします。はい、夜桜キララの性能評価と引くべきかどうかについては以上となります。皆さんの方でもご意見やご感想があればコメントしてもらえたら嬉しいです。それでは以上となります。ブルーアーカイブのためになる情報をまとめて動画として投稿していますので、少しでもこの動画をいいと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録の方もお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。